やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。皆さん、冷やし中華は酸っぱい派ですか、それともごまだれ派ですか？私はごまの方が好きですね。はい、今日のお題はじゃん。前田敦子さんと勝地涼さん夫婦が別居しているという報道がされまして、それについて、お二人の縁の深さとか今後についてをちょっと占おうと思います。でね、なんか勝地涼さんと前田あっちゃんで検索するとね、この別居についていろんな情報、いろんな記事が出てくるの。母と癒着する女のマザコンのヤバさが勝地涼の逃走を招いたかとか、別居が報じられた二人はやっぱりという感じとか、勝地涼飲み会控えてって言われたとか、勝地にも感情的な部分があり似た者夫婦かとか、勝地涼は自宅に帰りたくねえ男にとか、互いに切れやすいという声もとかね、なんかね、いろんななんか情報っていうか記事になってて、何が何だかよくわかんない状態なんですけれども、まずカバラ数秘術で2人の性格を見てみました。なんと前田敦子さんは内側も外側も両方一という両方王様タイプです。なるほど、裏表のない真の王様って感じ。道を切り開いていく王者タイプですね。前向きでポジティブで自分の夢とかを実現していく力を持つパワフルな人です。だけどネガティブな面をこう表に出すとちょっと厄介なことになるとか、わがままとかそういうのが出てきちゃう数字でもあります。感情的とかね。で、勝地涼さんはさっきなんか記事で勝地涼さんも切りやすいとか、なんか感情的とか書いてあったじゃないですか。でもこの7と2を見る限り全然感情を出さない人ですよ。外側の2はまず優しい人ね、追を求める優しいタイプ、誰かをサポートするのが好き。で、本質の7は、自分の好きなものとかを追求する求道者なので、ストイックなんですね。ストイックだし、7は一人の時間が大好きとか、自分の感情を表に出すのがすごい苦手で、何考えてるのか全然よくわかんないみたいな、周りから見ると、そういうタイプなので、感情は多分外に出してないと思う。ただこのカバラ数秘術だけで見ると、前田敦子さんのわがままさが前面に出て、勝地涼さん、そうね、それでお母さんと一緒にね、子育ても一緒に手伝ってもらいたいから、ちょっとお母さんと同居したいとか、多分押し通したのが彼女っぽい感じ。気がする。で、それに対して、いいよってこうね、外面の優しさで言っては見たものの、一緒にやり始めてみたら、7の本質の7のね、一人でいたい、自分の静かな時間、空間が欲しいみたいなのが出てきて、あ、ちょっとやっぱりうんって言ったけど無理だわみたいな感じになっちゃったのかなみたいな、カバラ数秘術だけで見ると、そんな感じかなと思いますが、二人の縁の深さとか今の気持ちとか、ラバーズブリッジ4っていうので見てみますね。前田敦子さん目線で見てみます。はい、はい、ズバッと出ました。まず過去の前田敦子さんの気持ちが、背景は恋人を背景にし死神の逆なので、二人はラブラブで仲がいいみたいなのを背景にして死神の逆、死からの再生、もしくは子供が生まれたことかもしれない。子供が生まれたことを背景にして、なんか新しい関係を構築しようとしたみたいなのが過去に出てて、で、勝地さんの過去には女帝の逆を背景にして欲しい。これはあっちゃんのことなのかお母さんのことなのか。これはね、女帝の度が過ぎてるんですよ。女らしさとかが度が過ぎると、わがままさとか傲慢さとか母性が強すぎるとか、そういうのを背景にして欲しい。だからあっ
ちゃんのが母親になってわがままさ、母性の強さみたいな全なのが前面に出てきて、それを背景にしてほしい。だから過去の時点ではまだ悪くないんだな。何か希望を持ってるんですよ。わがままさとか出てきたは来たけれど、勝地さんにとってまあ明るい未来があるかなみたいな、うん、なんか過去の時点はとてもいいんだよ、いいんだよってで現在があっちゃんの方が鳳凰なんですね。これは古い考え方を捨てられないとか、おじいちゃんみたいな存在なんですね。なのであっちゃんがおじいちゃん的存在になってる。お母さん今一緒にいるじゃないですか。お母さんの伴侶があっちゃんみたいなわかるそんな感じになってるみたいな、なんか、うん、古い考え方を捨てられないとか、なんかね、だから お母さんと本当にペアになってるんだと思う。おばあちゃんおじいちゃんみたいな、あっちゃんがなぜかおじいちゃん役みたいな、お母さん通り越えて。それで勝地さんがマジシャンの逆なんですね。コミュニケーションがうまくいかないとか、なんか自分の意見が通らないみたいな、自分の言うことが聞いてもらえないみたいな状況なんですよ現在。で将来どうなるかというと、フール、あっちゃんがフールを背景にして力なので、これが何を表すかね。別居、本格的な別居とか、もう本当にお母さんと2人、お母さんと子供となんか3人暮らしをなんか本格的に始めちゃうみたいな、なんか新しい生活みたいな、ちょっとした別居どころじゃなくて、なんかはっきりした別居みたいな、なんかそんな感じになっちゃうのかな。それを背景にしてさらにあっちゃんの力が増してしまうみたいな。そして勝地さんの方は隠者の逆を背景にして節制だから、だから自分一人引きこもっちゃうんでしょうね。だこの家族の輪から一人外れて暗いところに一人いるんですよ。それを背景にしてむしろ心が落ち着いてる。7だからね、一人が大好きなんですよ。だあの離れることによって心が落ち着いちゃってるみたいな、そういう、なんだろうねこれはね。だ別々にいることがなんか二人ともそれぞれの力を発揮できてる感じになるのかな。で二人の縁の深さとかはね、審判の逆なの。再起不能とか後悔とか結果が出ないとか、これだとこう笛が鳴ってこう結果が出るでしょ、復活みたいな、それの逆なので、ちょっとあんまり縁の深さとしては良くないかな。別れの始まりみたいな、なんかそういうあんまり良くないものを感じさせる。でどうしたらいいかが肯定なんですよ。これはね、勝地涼さんがドーンとしないとダメダメな感じ、うん、今あっちゃんの言いなりみたいな感じになってそうなんですよカード見ても。なので勝地涼さんが一家の大黒柱として引っ張っていく、俺が一家の主であるみたいな存在感をドーンと出して、みんな俺についてこい、うん、ちょっとお母さんはちょっとどいててみたいな、たまに来るだけでいいお母さんはみたいな、そのくらいのなんかね強い感じを出さないとダメかな。そうしないとちょっと別れてしまうかもしれない。そうね、もう一個のちょっとスプレッドで、あっちゃん目線でこの結婚生活がどうなるかちょっと見てみますね。あ、ズバッと出ました。これは良さそうだわ。最終結論だけがいいみたいな。あ、現在もいいか。現在はね、なんか女帝の逆を背景にして運命の輪だから、やっぱりなんかわがままさとか母性の強さとかそういうのを背景にして一時的な幸運みたいな。これなんだ、お母さんのことなのかな。女帝の逆がさっきから出てんの。ラッキーなんですよね、あっちゃんは。ラッキーで。でね、近い将来勝地さんがドンと出てくるかな。さっきこうした方がいいよって言ったけど、皇帝がドンと出てきそうです。ちょっと俺の意見聞いてよって。であっちゃんの立場は恋人の逆を背景にして釣り人、恋人の逆、これ夫婦で出るとね、二股とか
三角関係とか、なんかでもそんな感じでもないか、なんかコミュニケーションがうまくいかないなとかな、仲が悪いことを背景にして、私だって耐えてるんです、我慢してるんですみたいな、あっちゃんもね、私だって我慢してるっていう立場で、勝地さんから見たあっちゃんが鳳凰の客なのね。さっきあっちゃんが鳳凰って出たでしょ。鳳凰が行き過ぎてるんですよ。頭が固い、古い考え方が捨てられない、ルールモラルそういうのがないとか、なので頭の硬さみたいな、あっちゃんの頑固さとか、そういうのが度が過ぎてるみたいな、勝地さんから見ると。で、2人の可能性がさっき出たね、同じ円の深さで出たのと同じ審判の逆なんですよ。なので再起不能とか後悔することになるとか、別れるとか、なんかそういうのになってしまう可能性もあるんだけど、でもこの1年くらいの最終結論は太陽なので、また仲良く円満に戻るかなみたいな、最終結論だけいいのこう、なぜか最終結論だけいい、結果オーライみたいな感じ。どうしたらいいか、ジャスティスなんですよね。お母さんと子供と旦那さんとみんな天秤にかけて、ちゃんとバランスよく取りなさいよ、バランス取ってね、みんな同じように大事にしなさいよみたいな感じが出てます。はい、何を切り捨てるべきなのか、何を大事にすべきなのか、そういうのをちゃんと考えなさいみたいな感じです。はい、なのでとりあえずね、別れるとかはなさそうですけれど、まあ将来が不安な縁ではあります。はい、そんな感じです。前田敦子さんと勝地涼さんについてでした。では玉置じゃんけん、じゃんけんぽいパーなのでチョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。